僕最近ね、かなりビデオたくさん出してた、まあ、撮りためたやつもあるんですけど、なので、僕は台本使わないでやってますから、結構同じ話をね、繰り返すこと、まあ、それはよく、佐島さん、それ前に聞きましたとか言われるんだけど、それは無視していただいて結構なんですけど、特に今、ほぼ僕、ジャズギター始めて50年、半世紀経つんですけど、10年ぐらい前からね、僕 YouTube でやって割と最初の方だったってことはこれは言いました。でやっぱり今のそのテクノロジーだから情報時代なんで、ますます情報時代で、ジャズギター初心者レッスンって言ったらもういくらでも出てくる。これ日本人だけじゃなくて外国のものも出てくる。すごいですよね。だからただ課題として、僕はこれだと勘違い起こるなってことが非常に感じてて、どうしてもこれだったらいつまで経ってもその自分で音を探せないんじゃないかなって思うところがあるわけで、勘違いが起こる。これで特にギターがそうだと思うんですよ、ジャズギターがね。なんでかというと、いわゆるジャズギターで前も言った、こういう人たちに憧れて、あ、4ビートでスイングできて、こういう感じで弾けたらいいなと思うのであれば、答えが全部出てるものを情報提供的に教えても、その教わる方っていうのはそれは育たないんですよ。これは実はクラシックのミュージシャン、これどっちがいい悪いじゃないですよ。我々はジャズの即興の世界で、向こうはとにかく超難しい最終目標はもうピアノコンチェルトとかバイオリンコンチェルト、40分のものをね、音を一音も間違わないで弾けて、そこからスタート地点なんで。だけど僕何人かの方に頼まれて教えたことあるんですね、ソロの仕方をね。でもすぐできるわけじゃないんですよ、アドリブ。だからなんでかっていうと、その人たちに才能がないんではなくて、そこの部分を使ってないからで、見て演奏して表現するっていうやり方でしょ。だけど今の教え方がそうなっちゃって、見て、要するに答えが全部出てるものを教える。で、答えが全部出てるものを教えるっていうのは、ただ情報を提供してるだけだっていう気がするんだけど、まあ僕その小学校、中学校、高校、予備校 含めて、なんか面白かったなと思った先生2人しかいない、ね、記憶にないですね。1人はね、書道の先生で、今でも健在、ご健在のはずですけど、100歳で、日本を代表する書家なんですけど、方なんですけど、まあ前にも話したことあるんだけど、 Facebook にアップしたかな。その先生の授業は、1時間目はまず立って準備運動しましょう。え、書道やのに準備運動、基礎は、まあ、この時は教えるけど、今日はとにかく自分の思った通り好きなように筆の持ち方どうでもいいから、とにかく書いてみなさいっていう。いやー、すごい。とにかく表現してみる。まあ、なんでもいいから。だからそれちょっとジャズに通じるところがあって、一音弾けたらそれで自分を表現してみろ、スイングしてみろみたいなところがあった。でも、あと、まあ、もう一人、英語の先生も良かったんですけど、それ僕、やっぱ英語を覚えるきっかけになった先生なんですが、で、だけど結局後の先生はみんな自分が長年作った閻魔帳を見てこうやってる先生がほとんどだった。テストでもこの歴史の年代1年でも間違ったら罰で、どこにそうやって到達したその歴史的なイベントがね、どうやって起こったかって分かってるか分かってないかよりも、それをでもそのじゃあそれに関して論文書きなさい方が難しいから。でもですね、これ耳は、これ前にも言いました、これ覚えてるんだけど、前にも言ったけど、その耳っていうのは中からこう予想がつくっていうのはね、すぐできるんですよ。これ僕実験済みだから。楽器をやってないアマチュアのジャズボーカリスト、主にアマチュアジャズのボーカリストのスキャットワークショップって何回かやったことあるんですけど、パターンにすれば誰でも予想がつく。そこが大事だと思う。予想がつく。予測をつけて次の音へ進んでいくっていうのがね、それがもともとモダンジャズ奏者の、てかそれ以前もそうですけど、特にこのコード進行ができてきて、ブルースだけじゃなく、コード進行で、こういう音も使えるんじゃないか、こういう音も使えるんじゃないかっていうので、自分で音を探した歴史なんです。
それにメソッドつけたもんで、それになんかちょっとかなりハマっちゃってる人が多いんだ、教える人もね。だけど実はそうじゃないんだっていうことを言ってるアメリカの非常に優秀なピアニストで、まあ日本ではそれほど名前知られてませんけど、スタン・ゲッツのところに一番長かった人で、ものすごいモダンな曲も書く人で、現在も活躍してますけど、その人がそうじゃないんだよ、これってこのコードにこのスケール、このコードにこのスケール分けてやったんじゃなくて、目標を定めてその形とか、まあ、これダイナミクスです、強弱、そこを目指して彼らはやったんだって。それにメソッドつけたからちょっとね、どうしてかって、だから彼が、まあ、僕も大学では教えてるけど教えやすいからだよ、だから結局このアドリブがいいかどうかって判断するのと、間違いない音を出してるかって、とりあえず。で、だから一番起きる勘違いはですね、特にジャズ、ギターの場合、我々はね、僕も含めてですけど、ロックとかブルースとかモーダルな世界から入ってる人が多いんです、先生も含め。だからフュージョン系の人とかね、だからフュージョンは悪い血じゃないです、絶対。だからブルースも、コード変わってもこのままでいいわけだ、モーダルの世界で、僕の言うコーダルの世界、コーダルの世界ってただアルペジオっていう意味ではなくて、コード進行のある世界で、そのコード進行を伴奏なしの単音でコード進行を感じさせるアドリブをスイングさせて、4ビートの場合できるか。で、これ4ビートに限らずですね、世界中の民族音楽っていうのはみんなリズムの演奏者にも聴く方にも共通項があるからのパワーなんですよ。このことはまあ歴史的に証明されてるから、まあ、スイングしなきゃ意味がないって。だそれができないというか、それを強調せずに、でその目標を定めてそこに耳で届くんだっていうことをやらないと、いつまでたってもその、さっきクラシックの話もしたけど、与えられた音だけを演奏してもそこの部分が発達しないんですよ。まあギターが一番いろんな音楽で使われてるものだと思うんで、いろんなとこから入ってきてて、あ、ジャズもいいなって、それはいいんですよ、もちろんいいんだけど、そのコーダルな世界、コード進行を感じさせるアドリブの世界を、そのモーダルな世界となんか混乱して教える人が多いんで、そこでちょっと勘違いが大きいんじゃないかなって僕は思ってるんですね。だから僕はその先生っていう言葉が嫌いで さっきもちょっと高校の先生とか中学校の先生の話しましたけど、先生って言われる、でも先に生まれたって書くじゃん、先生って。後に生まれた人でも上手い人たくさんいるわけ。だから先に生まれたからって、まあやっぱりなんか日本の言葉みたいな、もう年功序列というかね。だから僕はどっちかというと、ガイド、まあ、アドバイザーっていうか、こうやれば良くなるんじゃないですかって。だから僕のね、やり方を、いや、佐島さん、それ前も言ったけど、そうじゃダメですよ、それじゃダメですよ、言う人がいて、いろいろこう、いろんな意見があればいいわけ。だから、一つのメソッドとか、主流の中に全部90%の人が入っちゃうっていうのはね、まあ、この過去4年間の世の中もそんな感じでしたけど。だから反対する人がいて、反対する人がなんか潰されたりとか、ジャズもこういうのもあり、こういうのもあり、こういうのもあるんだよっつって、で、いや、実はそのスイングは嫌いだって人もいるんですよ。で、実はね、僕がこう最近やってるのは割とこう、まあ、トラディショナル、トラッドっていう言葉を使おうかな、トラディショナル、伝統的なものが多いんだけど、僕もね、実はこういうこともやってたんですよ。これもう、これ、35、6年前にこういう音でも、まあ、ディストーションもやったし、フュージョンもやったし、で、速い曲も難しい曲もやって、まあ、今でもそのライブでは時々ね、そういう、まあ、ハーモニーの難しい曲っていうのはやってますけど、
ただそのリズムチェンジとブルースだってスタンダードで、それだけの話ではないんですよね、実はね。まあ知らない人がいたら、いや、佐島さんはちょっと古いからって、まあ古いと思われてもいいんで、古くてもいいものはいい。温故知新、分かってその先に進むというのが大事だから、ますます大事だなと思って。で、ましてその便利な世の中だから、そのすぐ答えが出てしまうものをやるんじゃなくて、自分で道のりを探しましょうということです。